です。はい。本日ですね、ポケモン GO いろいろ発表来てたね。びっくりしたね。おー、まあそのうちの一つはですね、もう昨晩だよね。もう0時過ぎとかに来ておりましたハロウィンイベントの詳細でございます。はい、恒例のイベントでございますので、来ること自体はね意外ではなかったですね。はい、ということでそちらのね詳細内容も、出てきておりましたので、それについてお話しようかなと思ったんですけれども、また別の情報も来てまして、で、そっちはもう手短に行きますね。先にそっち行きますね。よいしょ、ババンダーンと吉野家、つい先日ですね、ポケモン GO スポンサーからマクドナルドが撤退してしまいました。すごい、全国のね何千というねポケストップジムが消滅してしまいました。悲しみに暮れておりましたが、この度吉野家さんがポケモン GO スポンサー加入いたしましたよー。よい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 よ、いいぞー。ということでね、まあ吉野家さんといえば、今までポケモン GO のね、連動っていうのはまあ今までそんなこう密接ではなかったですよ。うん、なんですけれども、ポケモリってねあったじゃないですかね。ポケモンのねフィギュアがついてくるポケモリ、要はそのポケモンっていうところとはね、吉野家さんって結構最近仲良くしてたわけですよ。それが GO の方にもね来てくれましたということでね、感謝の牛丼でございます。ありがとう。僕は毎回頭の大盛りつゆだくにしちゃうんですよね。これからも吉野家利用していきますということでね。それではですね、吉野家さん以外にもね来ている情報をちょっと諸々ね見ていこうかなと思います。まずはハロウィンイベントについてチェックしていきましょう。はい、今回もですね、わかりやすい、ゲームズのページまとまっておりました。こちらを見ながらお話し進めていきましょう。ハロウィンイベント過去2020年の期間や詳細が発表ということでね。あ、イベントバナーにすでに今回のイベントで、まあ、ピックアップされてるポケモンたち、新実装の奴ら、いますね。はい。今年のハロウィンイベントの期間なんですけども、2020年10月の24日土曜日ということで、今週末ですね。はい、今週の土曜日の、10時から、11月の4日の11時までということで、10時スタートなんですね。なんか珍しいですね。日本時間だと10時スタートってことなのかな。で、今回、ハロウィン期間中に、ボーナスが、あります。それは、ポケモンを博士に送った時の飴が2倍、そしてポケモン捕獲時の飴が2倍ということで、ハロウィン期間でですね、実装っていうか、普通に増える、ゴーストタイプとか、おそらくめっちゃ増えると思うんですけども、こいつらの飴が集めやすくなっているし、博士にポケモンを送った時の飴が2倍ということで、今回のですねハロウィン期間中にですね、あれやっといた方がいいですね。メルタンとか、そういった飴をいっぱい欲しいポケモンを博士に送るとか、そしてまあいつも通りなんですけども、イベントが来るということで、野生やレイドや卵の中身ですよね、この辺が変化するということが、ナイアティックさんから発表されております。レイド、野生レイド卵で入手できるポケモンがゴーストタイプのポケモン中心となる、普段とは少し違ったポケモンが入手できるようになりますよということみたいです。この詳細ですよね、どんな奴らがバンバン出てくるのかっていうのは全てはまだ不明なんですけれども、まあこちらのね中身気になりますね。まあゴーストタイプって、今回ねメガゲンガー来るんですけども、あいつ自体はね、普通にゲンガー自体も攻撃の種族値が高かったりとか、あとはまあゴーストで言うと、例えばシャンデラとかですよね。あれもですね普通に本人が強いので、未だにねトップの方に食い込んできます。あとは、PVP とかで、例えば、もうスーパーリューでアミアミが使いたいよとか、その源泉が足りてないところですよね、を今回できたら、いいなーなんて感じですね。そしてこちら特別対象のポケモンが登場ということで、今回はヤミラミとゲンガーですねが、それぞれ、コスチュームをまとっております。この左のヤミラミは野生と、卵ですよね。卵孵化から生まれて、右側のゲンガー、これはレイドバトルで、入手できると、いうことみたいです。で、これヤミラミとゲンガーそれぞれがですね、ヤミラミこれ人模しですね。はい、人模しを被っていて、で、ゲンガーがこれがメガ進化した、ジュペッタを、モチーフと、しているみたいです。なんか、ちょっと前にですね、ハロウィンの、ポケセンかなんかかな、のハロウィンのなんか画像とかに、いた。そのゲンガーが、この仮装をしていて、それは今回ポケモン GO に来たということみたいです。はい、そしてガラルデスマス
まあ、ちょっと前にですね、公式さんが、これなんかちょっと匂わせツイートしてたんですよね。今回どうやらスペシャルリサーチで、ゲットできるようになるそうです。ガラルデスマス、進化するとデスバーンというね、ポケモンに、なります。なので、まあ、個体プラス、飴両方とも入手できるような感じに、なるんじゃないですかね。進化できないよと。不思議な飴使わないと無理だよって言われるのも、なるじゃないですか。さすがにそれはね、ちょっとやめていただきたいってなる人も結構いらっしゃると思いますので、まあ、ガラルデスマスの個体および飴が、おそらくスペシャルリサーチでゲットできるのかななんて思います。そして、例年通りなんですがミカルゲ、こいつがですね、ハロウィンに、フィールドリサーチとして登場します。で、今まではスペシャルリサーチだったのに、今回は、まあ、ポケストップから入手できる、フィールドリサーチから入手できる、ってことはいっぱい取れるようになったのか。なるほどね。しかもミカルゲ今回ね、色違いが実装となったそうです。なるほどね。去年おととしとミカルゲね、まあ普通にフィールドリサーチで1回につき1匹ゲットして終わりって感じだったのが、今回からいっぱい取れますよと、いっぱい取れる中で色違い探してねっていうことですね。厳選せねば。あとはタイムチャレンジが配布ということで、メガ相棒チャレンジを期間内に、クリアしていた方ですね、メガセプテンバーの第3週目で配布された、メガ相棒チャレンジ、これをちゃんと、期間内にクリアした方は、ハロウィンイベントにてタイムチャレンジが発生しますよと、でそのチャレンジの、報酬っていうのが、まあ、ゲンガーのメガエナジーということみたいです。皆様大丈夫ですかね、クリアしましたかね。はい、まあ、僕は一応全部クリアしてあるので、まあ、この手の報酬とかそういうのは取り込もしはないはずなんですが、まあ不安はあるよね。ちゃんと受けられるといいな。そして伝説レイドも発表となりました。今現在ギラティナ来てるんですけども、このギラティナが終わった後何が来るのかずっと不明でしたね。この内容来ました。ダークライでございます。はい、ダークライ。コロナの影響でね、ちょっとね、レイドとかが一回止まった時に、全世界でね、ダークライがいて、で、日本国内でね、色違いダークライ厳選しようと思ったら、レイドバトルじゃなくて、で、ゴーバトルリーグの報酬で出てくるダークライをゲットして、それが色違いが出たらいいな、みたいな感じだったじゃないですか。ハードル高かったよね、あの時ね。そんな感じだったダークライが、レイドとして、今回、出てきました。ということで今回のダークライが色違い厳選をできると、アークタイプの中でもトップクラスの強さ、まあそうそうですね、非常に火力もあってかつ、色違いもいるダークライ、今回のハロウィン期間中にぜひ色違いゲットしておきましょう。そしてあわよくば 100% ね、確率で言うと色違いの方が、入手しやすいのでね、色違い狙ってその後高個体値って感じで皆様頑張っていきましょう。そして今回もゴースナップショットでどうやらサプライズがあるみたいです。まあ今ロケット弾とかがねパシャッとこうね、フォトボブで入ってきたりとかしているんですけれども、それ以外にも何かしらのね、まあポケモンなりが、おそらくフォトボブしてくるのでしょう。そしてフィールドリサーチのタスク内容の変化が、今回行われるみたいですということで、まあタスクの中身さっきも言ってたねミカルゲもそうなんですけども、まあ結構ね厳選ゴーストタイプとかアクタイプとかできるかもしれませんので、当日とかね、ハロウィン始まったら皆様積極的にやっていきましょう。あとは、このハロウィン期間中に対応したイベントがポチポチと、あります。一つ目がアローラガラガラのレイドデイです。こちら11月の31日の、11時から17時までということで、アローラガラガラ色違いますよね。あとはまあ普通にゴーバドリーグとかでもね、使う方いらっしゃいますので、そこの厳選、あとはマスタリーシリーズイベントということで不安定がいっぱい出てくるイベントですね。ここは、まあ、フィールドタスクで、フィールドリサーチのタスクでゲンガーのエナジーもゲットできますよと。そしてハロウィンカップ開催ということで、結構今回期間しっかり取ってるんですよね。10月27日の、火曜日か11月の4日までということで、まあハロウィンが始まって最初の数日間はハロウィンカップないんですけども、まあある程度行ってところからそこからずっとやってますよっていう感じみたいです。まあこの辺もねちょっとね、どんなポケモンがね、こう賑わうのかとかね、とってもね気になりますね。ということでハロウィンイベントについてでした。非常にね楽しみですね。毎年ねそのこの時期のハロウィンイベントって結構内容が美味しかったりとか普通に楽しかったりするのでね、今年もねゲーム内 BGM 変わるんですかね、その辺も結構注目ですね。はい、ただですね今回のこのハロウィンイベントが来るのと同時にですね、とあるポケモンが、レイドからいなくなってしまいます。今回メガゲンガーがね来るじゃないですか。でそれに合わせてですね、メガ不思議花
こいつがメガレイドから登場しなくなると言ったことが公式さんからアナウンスが入りました。ということで10月の24日の10時ですよね、以降はメガ不思議花は、出てきません。ということでメガ不思議花のメガエナジーの貯めるのは、まあ金曜日まで、まあ土曜日の、朝ですよね、早朝の段階ではおそらくこの表記だと出てくるとは思うんですけども、まあ念のためですね、皆様、メガエナジー貯めるのは、前日までにやっておきましょう。そしてですね、本日からですね、まあ、いろんな細かいアップデート内容をね、発表来ていたんですけども、まず一つ目、卵の中身が結構入れ替わったとの、発表がありました。2キロ卵、5キロ卵、10キロ卵ですよね。の中身がちょっと変わったよー、みたいな感じのアナウンスがあったんですけども、こちらまだデータがですね、全部出てきてません。何がどこに映ったのかとか、どんなポケモンが発されたのかとか、そんな情報がちょっとね、まだまだ集まっておりませんので、ちょっとこちらの動画でご紹介はね、ちょっとできないんですよね。なので、まあ、もっとおいおいね、入れ替わったことによって、こいつがこっち行ったのめっちゃ美味しいやんけとかがあったらね、動画の方で発表させていただこうと思います。またですね、本日、アバターでですね、マスクが追加となりました。画像ではねこんな感じなんですけれども、マスク、まあ、コロナになってね、全世界の方がね、今までマスクなんて全然しなかったぜみたいな、国の方もマスクをするようになったっていうのをね、報道とかで言われております。まあ、日本の方だったらね、花粉症の時期とか、あとまあちょっと体調悪かったらマスクしたりとかあったので、まあそんなにねこうレアなものではないんですけども、それでもめちゃくちゃ増えたじゃないですか。増えたっていうか、もう今街歩いてたら基本的にみんなマスクしてるんですよ。ただゲーム内のこのマスクがね、なんて言うんですかね、給食の時にするマスクみたいな、あとはなんかアベノマスクみたいな、あの布のね感じ出してるじゃないですか。ゲーム内のこのキャラクターはこれ窮屈って思ってないのかな、思ってないといいですね。はい、ということでマスクアバター気になる方はね、無料なのでね、見てみてください。はい、ということで、今回はですね、様々な、発表内容をちょっとお話ししていきました。はい、で全然関係ない私事なんですけども、昨日ですね、ボクシングにね、暗闇ボクシングっていうのは、まあ、ガチの人と殴り合いじゃなくてエクササイズとしての、やつに行ったんですよ。ですね、今すごく体が痛いですね。筋肉痛がすごいです。ひねったりとかしゃがんだりとかがあるんで、足、腰、あと、ま、肩、肩甲骨のあたりですよね。いっぱいな、こういう動きしたからなんでしょうけども。筋肉痛が来まして、うわって思ったんですけども、あ、よかった。まだ、翌日に筋肉痛が来てるということでね。おじさんになっていくとさ、筋肉痛がさ、24時間じゃなくて48時間?2日後に来るよとかさ、あるじゃん。言われるじゃん。よかった。翌日だった。まだまだ体は若いみたいです。寒い時期とかになってね、余計引きこもっちゃうからね、何かしら運動していきましょう。はい、ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山チャンネル公式 LINE スタンプできました。よかったら概要欄からチェックしてみてください。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。おー、バイバイ。